話もね進んでいってるところなんですけれども、今回バイセブンということでね、僕の大好きなこのサンダーゲイルね、めちゃくちゃ強い、これねリバイスが入ってたりとか、あとはね映画のラインナップがあったりしてね、なかなか豪華な段になってると思います。一応ラインナップはサンダーゲイルと、あとはジャックリバイスね、でホーリーライブ、さらに映画からリバイスのゼロワンのね、このネオバッタゲノムの状態、そして仮面ライダーセンチュリーもねいますね。映画はねあの美容師で結構ね印象的だったこの姿も入っていて、あとはねこのゼロワンバッタに変身できるこのゲノムチェンジができるねオプションパーツセットなんかもラインナップされてますね。でまあ僕はね今回も全部は買ってないんですけれど、買ってきたのはねこの3つだけです。まあリバイス本編にね登場するこのね3つ、まあなかなか今ねあの強いフォームであるこのサンダーゲール、あとホーリーライブね、こんな感じで3つ買ってきたので、今日はこれを紹介していこうと思います。それではレッツゴー。ということで早速ね完成したものを見ていこうと思います。まあ最近はね生配信とか全然できてないんですけれど、あのこのシールアリはねスペースでまたできたので、あの次やるときはね生配信とかでやりたいなと思ってるので、ね、ぜひぜひそれも遊びに来てください。じゃあいきます、せーので、サンダーゲールドカーン、はい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 、ちゃーんと、はい完成しました。いやーめっちゃかっこいいね、今回もめちゃくちゃ出来がいいですね。いやサンダーゲールね、やっぱ色味最高でしょこれは。いや素晴らしい。ということで3体ね並んだので一体一体見ていこうと思います。まあ登場順で言ったらねジャックリバイスが一番最初だと思うんですけれど、一旦ねこのサンダーゲールから見ていこうと思います。ということでね今リバイスで、ね、一番強いのがこのねサンダーゲールの姿ですね。いやこれはほんとねトゲトゲしい見た目で僕はすごく好きなんですけれども、それがね早速騒動かということで、出てきたのはどんぐらいかな、まあ何週間か前、1ヶ月2ヶ月ぐらい前だと思うんですけれど、めっちゃね登場もかっこよかったし、変身した後ねめちゃくちゃ強いので、ね、大好きなフォームです。全身のこのトゲトゲしいね見た目がねいいなと思いますね。まあ騒動なのでね、食玩だから結構こうなんだろう、マイルドな感じでね丸っこく作られてるんですけれど、フィギュアーズのねこのサンダーゲルとかめちゃくちゃ尖っててね、あの触ったら痛そうな見た目してるんですよね。まあでも騒動でもねこんだけかっこいい感じに仕上がってますね。いや色味がね本当にいいなと思います。このちょっとねあのネオンカラーっぽいね感じのイエローに、あとはカラフルなね感じで、もともとのリバイスカラーのねピンクだったりブルーが入ってるっていう感じでね、うん、めちゃくちゃねかっこいい姿かなと思います。まあねリバイとバイスがついに一体になってね戦う姿ということで、すごい劇中でもねこれの登場シーンはかっこよくね決まってましたけれども、そっからねめちゃくちゃ強いから、あのフォームチェンジとかでね、この間ベイルと戦ってる時にこうフォームチェンジしながらね最終的にサンダーゲール出して圧倒してましたけれど、もう最初からサンダーゲールでいいじゃないかって、ね、思うんだけど、まあまああのリバイス本当そのなんだろうゲノムチェンジをねちょこちょこ見せてくれるのはありがたいですよね。今まで出てきたフォームもしっかりと活躍するっていうのがいいポイントなのでね、まあ、サンダーゲールにつなぐためのねそのゲノムたちっていう感じですよね。いやかっこいい、もうかっこいいしか言えてないんですけれど、そうねサンダーゲール、まあ中間フォームながらねもう最終フォームばりのねかっこよさがあるなと思ってるので、相当でねゲットできてよかったですね。ベルト部分がこんな感じですね。サンダーゲールバイスタンプがねしっかりとこう入ってるんですけれど、めちゃくちゃシールあるのが難しかったですね。すごい立体感もサイズ感もあるからね難かったんですけれど、一応まあ恐竜がねこっち向いてるような感じのシールで再現されてますね。押印面なんかもしっかりと入ってます。そういえば今までリバイとバイスで50のねあの胸にこうマークが入っててね、2人並んで50っていう感じだったけど、あれなんだねサンダーゲールはもうそんなの関係ねえなんだね。こうなんならここに4っぽい数字がね見えるぐらいの、まあ50はもう関係なくなってる感じなのかな。このジャックリバイスはねここに5ってね入ってるんだけど、これがなくなってよこんな感じになってる感じ。そうなんだ。まあね細かい造形なんかはねあんまりこう劇中で見ることはできないんですけれどね、やっぱ造形物でねこうやって見るとよくよく見れますよね。このグレーのね部分なんかも一緒にかっこいいなと思います。背中なんかもねガンメタな成形色なので結構ね見栄えは
ですね、もう一回二人に戻るのかなとかね。で、付属品として手首とあとは台座がねついてます。武器なんかは今回不足してないんですけれど、このねチャックリバイスに不足してるこのローリングバイスタンプ、これはね結構使って戦うことも多いので持たせることなんかもできますね。武器を持たせるとこんな感じです。いいね、このローリングバイスタンプね、結構なんだろうな、迫力というかサイズ感はさ全然ないんだけど、これで戦うのめちゃくちゃかっこよくて好きなんだよね。このサンダーゲイルのね姿にも合ってるかなと思いますね。いや、このジャックリバイスからのこのサンダーゲイルのね流れはめちゃくちゃかっこよかったですよね。はい、ということでサンダーゲイルでした。じゃあ続いてはね、そのジャックリバイスの方を見ていこうと思いますけれども、いやーこいつもねなかなかまがまがしい姿をしてますよね。まあバイスがね一番最初はこう変身してね暴走状態だった感じでしたけど、まあめちゃくちゃ強かったね。あのこうなんだろうな、敵がドシャーみたいな、ね、なる感じのあのアクションはすごいねかっこよくて、いやなんかなんだろうな、悪かっこいいという感じでね、恐ろしげな雰囲気もあるんですけれども、まあ、姿もね結構まがまがしいということで、まあ、バイスのね悪魔っぽさが出てる姿かなと思いますね。一応これもまあ2人が一体になった姿っていう感じでいいのかな。あのジャックリバイスにねなって、バイスがこう本体になって、一気がねあの逆に悪魔みたいにこう幽霊体みたいになるくだりは結構面白かったですけれどね。まあでも僕はやっぱりウェザバイスっていうね印象があるので、若干こうおちゃらけながらねあのアクションさせるのもいいかなと思いますね。結構悪魔っぽい見た目をしてるので、まあ、まさしくこう仮面ライダーバイスっていうね感じでもいいのかなと思いますね。イエーイみたいな感じでね戦わせてあげたい。まあただね実際戦うともうめちゃくちゃ恐ろしい鬼強い感じでめちゃくちゃね好きなんですよ。いいねなんかいろんなポージングをねさせて遊べるライダーかなと思います。ふざけてもいいし、こうかっこよくね決めてもいいという感じで、造形もねこんな感じでめちゃくちゃトゲトゲしいんだよね。これはイメージとしては何なんだろうな、まあ、悪魔っぽいこうトゲトゲもあるけど、何だろう、このローリングバイスタンプのねインクだったりこう墨みたいなんでこうベチャってねぶちまける感じなので、まあこう筆をねベチャっとこうこっち向きに流してこんな感じでねあのラインがついてるのかなともね思いますよね。まあ登場もねすごい恐ろしかったですけれど、やっぱりあのサンダーゲールになる前のさらにねまた暴走してホーリーライブとかねジャンヌと戦ってる時もね怖かったですよね。まさしく悪魔っていう感じで、まあギフ様のね力でバイスも暴走気味でしたけれども、もうサンダーゲールでね収まったという感じ。いいね、こんな感じでスタンプをね持たせてもかっこよく決めることができます。これがねバカ強いんだよね、ボカーンみたいな、もうあの壁にね敵がベチャーってなるみたいな、あれほんとね爽快感あってよかったですね。こんな感じで武器を持たせてねアクションすることもできます。まあでも結構姿形はねシンプルというか、まあシンプルではないんだけど、色味もね黒とあとグレーっていう感じでね落ち着いていて、なんかいろんなねシーンに似合うライダーかなと思いますね。いい感じ。胸にはね5って書いてるけど、多分なんかここにもやっぱ4みたいなの見えるね。まあ多分これは4は全く関係ないんですけれど、サンダーゲールになるとね5もなくなるっていう感じか。あこの辺とかサンダーゲールと共通だったりするのかな。まあ細かいね造形なんかも詳しくね見ることができますね。そういえばローリングバイスタンプ手に持つときはこれ外さないといけないんだけど、あれだね、またブランクのあのベルト前の段とかにね入ってたやつを使ってあげるっていう感じかな。もうしまい込んじゃったからねどこにあるかわからないけれど、まあ一応ねそういう細かい再現はね今までの騒動で保管できるという感じになってますね。でジャックリバイスにもいろいろ手首はついてるんですけれど、多分こっちの開きではね関係ないパーツ、金型が一緒だから入ってるという感じで、あの開き手がね2つあるんですけれど、まあこっちは多分関係ないやつかな。まあこんな感じでね手首と台座が同じように不足しております。そして最後はこちらですね、ホーリーウィング、ホーリー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 ライブですね。いいねライブね、かっこいいですよね。ちょっとねあのライブとエビルのね戦いの後で出てきたこの姿なんですけれども、まあ、これの時に喋るのもあれだけど、やっぱりエビルがね恋しくなってくる。ちょっとライブのねこの正統派なヒーローっていう感じもいいんだけどね、やっぱ
エビルをまたどっかで出してほしいなという気もしますね。まあまあそのエビルのね、あの悪魔部分を克服してライブがね、ホーリーな天使な姿でね進化した強化フォームですね。ただこれ騒動になるとちょっとスタイルがさ、なんというか、なんと言ったらいいんだろう、あまりこうスタイリッシュなね感じがしないんだよね。足が太かったりするからかな。なんかリバイスのこのスタイルと比べると若干こうポテッとね見えるかな。まあこの袖がねふわっとなってたり、あとなんか足もかな、ちょっとこう太めに作られたりしてるっていうのがあるんですけれど、まあまあ一応ホーリーライブのねかっこいい姿になってるかなと思いますね。この絵も結構シンプルなんだよね。アーマーが薄めというか、なんか白いねあの模様が入ってるだけに見えるので、まあなんだろうな、騒動にしてはちょっともったいない、もったいないじゃないか、惜しい感じがあるんですけれどね、まあかっこよくなってるかなと思います。いやまあ僕のねちょっと惜しいポイントはこの羽がね別のオプションパーツでねついてるんだけど、それを買わないとねこの羽広げた状態にできないっていうのがねちょっと残念でしたね。まあ一応ねこんな感じで閉じた状態の羽が付属してシールでね再現してるっていう感じですね。まあホーリーライブもね結構強いんだけど、今んとこあんまり活躍がね見れないんだよね。まあなんだろう、ギフテリアン、街に出てきたギフテリアンをね退治する役目みたいな感じになってるけど、まあホーリーライブもねめちゃくちゃこう日の目をね浴びてほしいなという気がしますね。最初出てきた時はねめちゃくちゃかっこよかったし、必殺技とかもねすごい好きなんですけれどね、こんな感じです。まあエビルライブのね合体なんかも今後期待したいな。でこのね翼が展開したバイスタンプがね刺さってる、ツーサイドライバーですね、かっこいい。あんまりこれで遊んでないな、ホーリーライブで、ね、ツーサイドライバーもあんまり触ってないのでまた触ってあげたいですね。もう一個ぐらいね大事の強化フォーム来てほしいなと思うんだけど、どうだろうな、結構リバイスの強化フォームが多いから来るかわかんないですね。もっとホーリーライブにも手首とね大差が不足してます。頭一応このねツーサイドライバーも武器として不足っていう感じかな、うん、ホーリーライブもこんな感じです。それっぽくねポージングさせてみました。いいね、ポージングつけるとやっぱりねかっこいいですね。やっぱホーリーライブはねこの羽が展開した状態欲しかったな。ちょっとねオプションパーツの売り方がねいやらしくてなかなかねその細かい部分のね再現ができないのがね今回の騒動リバイス、まあ、全部買ってない僕が悪いんだけどさ、全部買わせようとしてくるから、ちょっとそこがね惜しいなというポイントでしたね。まあでもそれ以外はねめちゃくちゃかっこよくって、今回やっぱりサンダーゲールかな、このね姿が騒動でねゲットできたのは嬉しいなと思いますね。いい感じ。またね次はまだ先だと思うんですけれど、いろいろね騒動もまた出てくると思うので、次は何なんだろうな。今このサンダーゲール以降のね新しいフォームとかないけど、そのね最終フォームだったりも楽しみに待ちたいなと思いますので、また紹介しようと思います。はい、ということで